昨日感染が確認されたのは、郡山市と南相馬市でそれぞれ7人、福島市で5人、三春町で3人、田村市、日本、松市、小野町がそれぞれ2人会津、若松市、伊達市鏡石町、玉川村、川内村がそれぞれ1人です。この中には、昨日県が発表した県立小野高校の生徒と教員合わせて7人が含まれています。これで。 今月の感染者は338人となりました。